ピッチャーかな。ピッチャーで出るんですか。元中日ドラゴンズの4番平田選手が参加。いつも MM 使ってます。関西最強チームを作る。今回の通天閣チャンネルではプライドジャパンが主催する12球団オールスターリーグ2023のセレクションの様子をご覧いただきます。北は北海道、南は福岡まで各地で最強チームを作ってプロ野球チームモデルのユニフォームを着て対戦するイベントです。私たちザ・通天閣はもちろん阪神タイガースのユニフォームを着る T チームのセレクションに参加。このチームには昨年日本一のエースファクトリー、通天閣の天敵大阪ボンバーマンのメンバーも集まり、元プロ、独立リーガー、社会人野球出身者が勢ぞろいです。その中にはオールスター12球団セレクションの日なんですけど、はい、平田さんどうですか今日の一日。今日いろんな選手がいっぱい見えるので切磋琢磨していけたらいいなというふうに思います。やっぱりその中でも平田さんこうレギュラー4番ですか。まあ僕エースファクトリーの6番バッターなんで、はい、あえてこのオールスターで4番を目指して頑張りたいなと思います。わ、はい、かりました。ピッチャーかな。ピッチャーで出るんですか。ピッチャーかな。ちょっと注目したい選手とかいたら声かけてもらって。やっぱりエースファクトリーの4番伊沢選手じゃないですかね。日本一取ってるチームの4番バッターなんで。はい、どうですか伊沢さん。セレクションで注目の選手として挙げてもらったんですけど平田さんに。あ、いますか。ヒゲソってこい。カメラ回った瞬間喋られへんやつ。実力で見せるって感じですね。あ、そうっすね。キャプテンちょっと2人不甲斐ないんでカメラ前でいいこと言ってもらえた。今日一日セレクションなんですけどどういった意気込みで臨まれますか。いや、おそらく僕が選ばれると思うんですけども、はい、まあ、あとの、まあ、選手たちも、まあ、僕の背中見て頑張ってくれたらいいかなと思ってます。萩田さん、なんか言ってます。え、僕の背中見て頑張るぞ。今日はね、セレクションイベントということで 50m 走、その他諸々盛りだくさん。なるほど。強すぎますそれは。3メートル走ですよ。3メートル走。3メートル。総勢50人以上の選手が集まりました。セレクションには3チーム以外の一般参加者も名乗りを上げました。参加されてる方もいてるんで、大阪 T 選抜は、3チーム A ファクトリーさん、通天閣さん、ボンバーマンさんの3チームさんに、主観をしていただくことになりましたので、3チームの方、ご挨拶、関西代表 T チームの、総監督させてもらいます。エースファクトリー監督の高井です。セレクションして、日本一になれるようなチームを作っていきたいと思うんでよろしくお願いします。大阪ボンバーマン監督の白石です。楽しくやりましょう。よろしくお願いします。この度コーチをやらせてもらうことになりましたザ・通天閣監督の秋です。楽しくやりましょう。一般参加の皆さんものすごく必死でした。頑張っていただきました。 7.78。 マジでほんまにやばい。うちって言ったもん。マジでめっちゃ酸っぱい。うちって言ったいい年越えたおっさんが。あ、もう気をつけてこらここで寝かしとけよ。マジで中行きたいんで足元ついてやめんのやめようとか肉離れたらずるいやろ。いやほら腫れてるやん。これないな。これ大丈夫や。もうほっとけほっとけ。まだほなこれ大丈夫な。そんなほっとって大丈夫やな。ほら見てって腫れてるやん。ほらめっちゃ実践テストがスタートしました。一般参加のお兄さんがフォアボールを連発したりいろいろあったんですが、注目の平田選手はサードを守っていました。平田さん結構内野の方が好きだったりするんですか。内野楽しいです。あ、そうなんですか。外野より好きなんですか。はい、あ、好きですね。あ、そしてこの後3イニング限定の試合を行いました。通天閣イッチーが先発で平田選手のいるエースファクトリーチーム対
エースファクトリーの4番伊沢選手らが混じった通天閣チームの試合です。初回、2番エースファクトリーの西村さんが痛烈なライトへの当たり。しかしライトは平田選手、これを一塁で刺す、さすがのプレーです。いや、かっこよかったですね。日焼けして顔が真っ黒でした。このプレーもあって初回の通天閣チームの攻撃はゼロ。その裏は2アウトからレフト伊沢選手がバックホームで刺して0点。初回からハイレベルな試合でした。2回表福原のヒットから伊沢選手の三遊間へのヒット。さらに高志がラッキーなライト前ヒットで通天閣チームが先制。その裏には注目の平田選手の打席。現役の時と全く同じ構え、いいですね。初球はファール、2球目はボール、3球目、三塁ベンチ方向に転がったボールはなんとフェアゾーンに曲がってきました。平田選手もびっくりの当たりはエラーの間に2塁へ行きました。しかし得点には結びつかず、このまま通天閣チームが1対0で勝利となりました。セレクションも終わり、その結果をもとに関西の最強チームが誕生。後日行われるオールスター戦の様子も通天閣チャンネルで配信しますので、ぜひご覧ください。ありがとうございました。ありがとうございました。セレクション楽しかったです。はい、あ、僕らが勝った。はい、そうですね。はい、ナイスゲームでした。はい、もう慣れてきましたか、軟式野球には。まあ、ぼちぼちですね。まあ、はい、まあ、全然違いますね。昨日バットだったのか、はい、今日見てたからバットなかった。